こんにちは、アメドアザーズライブのリングサイドです。よろしくお願いします。ツイッターなどでちょこちょこ発信していましたが、お待たせいたしました、私たちアルバム、ラウンド3を、ただいまレコーディングし終わりました。終わったのか。どんな作品になりましたか、アメドさん。名盤。どんな作品になりましたか、奥田さん。盤名。まだわからん。撮ったらわかるよ。というわけで、発売日、収録曲など、アルバムの詳細は後日発表いたしますので。確かに、俺らにもわからないところが多いね。そう、わかんないですね。安倍しか知らないね。うわ、ん、そうか。その、全貌がよ。そういうことですよ、ね。みんな、うち帰るぜ、うち。うち帰るぜって。ほんまかいな。うちか、もう新しいうちが一人ずつ、一個ずつ帰るぜ。ああ、儲かってない。帰るぜと。どうする、売れるとどうすんじゃう、減るんじゃう。それぐらいいいもんができた。できちゃった。なるほど。そんなに嘘でーす。というわけで、それはもう少しだけ、発表までお待ちください。そして、このアルバム出た後、ちょっと待って、これ出た後引っ提げてツアーするにあたり、この前と一緒の衣装は変わるの？誰もが思ってたこと。思ってるけど、これ前と一緒だなみたいな。あそこ置いてある時点であれと思ったのよ。帰ると一緒。お願いします。お願いします。誰に言ってんの？家買う前に衣装変わる。衣装よし、誰に言ってんの？先に衣装変えましょう。はい、そんな衣装を買って、アメドアンザリングサイド2023ツアー、ラウンド3を、やるぜ。全国7カ所やるぜ。相当面白かったからね、やるぜ。また3をやりますので、奥野君も慣れてね。もう、俺の番だから、これまた。これまたね、多分何本か途中で帰るよ。何アンコールでまた帰るね。また誕生日はないんだよな。ないか、誕生日ね。はい、9月の20日、大阪梅田クワトロ、9月の21日名古屋ザボトムライン、10月の12日が福岡ドラムロゴス、10月の13日が広島バンキッシュ、10月の17日が、横浜ベイホール、10月19日仙台レーサー、で最後10月30日東京 EX シアター六本木で AK7 本。6本来ちゃうか。6本やります。初日だったからね。そうですね、東京ね。東京が、ああそうか。そうで、最後は横浜でしたから、今回は東京が最後でございます。はい、はい、というわけで、今年もライブ会場で、皆さんとお会いできるのを、楽しみにしております。よろしくお願いします。というわけで、アメドア&ザリングサイドでした。よろしくお願いします。